1600枚ぐらいは差があるんで、まあ次かな、次の3時間だから計9時間目に2000枚ぐらいはちょっとリード作っときたいかなっていう感じですね。3000枚作ったらほぼほぼ安全圏やとは思うんですけど、ああ当たってた、当たりました、よしよしよし、ビッグ、フリーズしてるわ。よし、84ゲーム、早い。ビッグでお願いします。あー、こぐまちゃんだよ。まあ、いいでしょう。あらららららら。僕に勝たせていただきたいんですけれども。おあ、よっしゃ、ビッグ、黒ビッグ、100、じゃあ100いってない、85ゲーム。ちょっと一回じゃあ演出なしモードにしてみようかな。演出なしモードってどうなんのかな、これ。ほんまに出目で察知するしかないってこと？え、告知はするよね、さすがに。お？卵挟んでリプ。ああ、こういうことか。当たってた。リプレイですね。しかも卵っていうかだし巻きやけども。ああ、そうかそうか。こういうサプライズがあるね。はい、ただ、69。ただレギュラーっぽいけどやめてくださいよ。196レギュー。はい、50ゲーム。またまた三度レギュラー。ただちょっともうレギュラーは堪忍してください。いやー、堪忍言うてんのに。レギュラーボーナス、よし、よかった。約500ゲームぶりぐらい、500ゲームぶり、よかった、びっくりだ。よし、ビッグレンチャン、まあ、レンチャンつっても170はまりましたけどね。はい、5ゲームピックでレギュラー何回増やすチャンスやったのに出玉。いや、でも早かった。これ現在プラス1400枚、1461枚で 112% なんですけど、まあほぼ1対1、ビッグ15のレギュラーが1234566、まあ言ってまだね4000ゲームぐらいなんで、まああれですけど、まあまだ半分近くはあるんでね、時間的にはちょっと終わる頃には最強やな、最強の A タイプやな、やっぱりって言って終われるようにちょっとしたいですけどね。ビッグ恐れます。よし、225ゲーム。あー、これレギュラーくせー。ああ、ビッグやったー、よかったー。よっしゃ、ビッグ連チャンや。12ゲーム、はえー、はい。あー、レギュラーだよー、こぐまちゃんだよー。147レギュラー。はい、7ゲームビッグボーナス。よし、テンパレ、よっしゃ、よし、135ビッグ。久々にマグロからの当選と、うわー、いい、最高、これ最高。
14ゲームビッグ、ビッグ2連チャン。そしてやっと 119%、 今日2回目か、1回 119% までいったような気がする。午前中、午後前ぐらいかで、今119、これでまあ割り通りとりあえず出てますよと。で、現在の3枚数が2614枚。これで 119%、 そうね、そんなもんか。まあ、このデータカウンターちょっとね、グラフとかね、スランプグラフ見れないんですけど、僕のなんとなくのスランプグラフ書いてみました。今多分こんな感じです。見えますか？ちょっと3000いってないんですけど、本当は2600枚ですけど、まあ予定3000枚超えるのも多分時間の問題だと思うんで、こんな感じで推移してるかなっていう感じです。まあまあまあ、こうやって書くと、まあ、至極順調には来てんのかなっていう、まあさすが6っていう感じではありますね、こう見ると。まあ、あくまでも僕の勝手なイメージですけどね、これ。うん、書いてみた感じ。3、2、1。千ハマり。リップさん引いたんですけど、多分4時間ぶりぐらいじゃない？引いた。あ、そうだ。めっちゃリップさん刺さるな。7分の4ですよ。普通に 50% 超えちゃってるから、さすがに当たりたいな。いい加減。テンパるな。なんでそんなテンパるの。わあ、さすがにいかないか。今日は7がある。当たった。3173ゲーム。ただ単発なんで、どうにかしないとだよな、ここで。でも収支がマイナス2086枚まで来ちゃってるんですよね。向こうと多分サマエが4000枚ぐらいもしかしたらついてるかもしれない。はい、単発ですね、これ。1回割り 87%、 86%。私フェイクだと思うな。だって下から2番目でしたもん、光ったの。おっ。そうなんだ。へえ、たまには揃わないで見る。まあいっか、揃って。あっ。揃わなかった。マジかよ、すっごい。何年ぶりに引いたこれ。去年引いた記憶すらないんですけど、私。あれ引いてから10ゲーム後に当たりましたね。104ゲーム。あれ、ステージが。怖いな。もうこれでできなかったら今日は勝てないよ、さすがに。一番引けない強いもの引いてんだから。228枚ですって。どうする、単発だったら。
何これ、なさそうな気しかしないんだけど。あった、あ、まだ落ちてないの、頼むよ。あー怖いなー。881枚、予想通りじゃん。うわあ、65536の価値。もうあと4時間打てる精神状態じゃないんですけど、もうこれで、これのせいで今の。だろうな、謎なのかな、これは。52ゲームです。222枚、52ゲームで引いたところで222枚じゃあね、どうにもなりません。今マイナス1015枚、機械割り 93%。 中ゲームで当たった。さすがだな、純増詐欺が激しいね今日も。さっきの右上がり、まあ、ブーって言ってましたね。これ16ゲーム目かな、199ゲーム。あ、昨日の送礼してる、4連しろ。トイレから帰ってたら、でもなんかトイレ行く前に右上がりとか引いてた記憶があるけど、
テレ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 チェリーじゃなくてマグロ、赤赤マグロ、よし、ちょっと見ようかな、一応。あ、黒クマや。はい、123ゲーム、オーグマボーナス。これやっと出た、全然出なかったんですよ、この高設定しさ、赤文字。幸せってさ、この台のことじゃないのかって、まああからさまになんかもう煽ってますけど、全然出えへんかったからね、これに関しては。あれ、あ、そうか、パーセント、あ、違う、勘違いしました。そう、今の赤文字それは出ないっすわ。一応設定4以上確定のやつですね。すいません、死ごろ確定ですわ。高設定ほどじゃなくて、これ死ごろ確定です。ここピックやったらまあまあ、あ、まあまあまあしょうがない。はい、オグマボーナス23ゲーム、72ゲーム、よし、ハビックやー、の、ノリに乗っとるこのクマ。はい、ビッグ、素晴らしい。よーし、あー、また出た、シゴロ確定ですね。で、52ゲーム、ビッグボーナス、はい、43ゲーム、レギュラーボーナス、やっべ、楽しい、連打連打もう。ああ、まあレギュラーか、レギュラーまでついてきますね、しっかりと。もうすぐね電話かかってくるんですよね、9時間なるんですけど、言ったら1時間で2000枚増えますからね、2時間あったら4000枚増えますからね、3時間あったら6000枚増えますからね。だからフルで普通に5000枚ぐらい増えててもおかしくないんですけど、そうなったらさすがにもう負けてますけど、さすがに出っ張ってことはないんちゃうかなとは思ってますし、ないことを祈ってます、ほんまに。あ、もしもし、お疲れ、ご苦労様です。辛いよまたまた、ということはっていうことですね。いや、また、はい、ある出来事があって。あら、あの特集1枚は聞いたんですよ。え、マジっすか。え、6万5000のやつっすか。そう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 、で、当たったんだけど。え、それ通常時に引いたってことですね。そう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 、はい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 、ちゃんと当たったんだけど、あのストック多分できてなくて 67% でおそらく1個しか出てこなくて3連で終わって、うわ、もうその後もずーっと単発単発、うわ、機械割りが 94% で、マジっすか、マイナス898枚ですね今。あら、9時間ってですよまあ一方ちょっと僕の方ちょっとすいません、北総園出ますけど今顔が申し訳ないですけど、うん、つい1時間前ぐらいまではほんとギナ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 してたんですけど、この小1時間でまあガツンと伸びましてビッグに寄ったっていうのもありまして、現状ちょっと 125% 機械割りが、マジで、それでまあサマイが3725枚プラス、嘘3時間でこれ出せるかな、あ、いけるか、今から出始めればこっち勝てんのか。そうですね、まあ僕が減らす可能性もあるんで全然。いやでもそんな減ないでしょ、言って減っても3000枚とかになるんじゃない最終。そうそうですね、まあレギュラーによってもまあ3000枚フィニッシュは結構硬いかなっていうところまで持ってきましたね。マジか、もういいじゃん、もう負け認めるから帰っていい、もう疲れちゃったよ本当にせめてなんかちょっとゴッと一発期待します。
いやもうそんなん引いてもしょうもないんでもうエクストラ行くしかないんですよ、こっから先がもう。でそれで乗せちゃかすしかないですね、もう。そうなのよ。そうですね。それでは残り3時間耐えてください。耐えます、頑張りますはい、はい、勝ったじゃ勝ってない、厳密に言うと勝ってへんすけど、思ったよりほんまに伸びてへんすね。あ、そんな伸びひんねやっていうぐらい相性ってやつっすか、ほんまに。まあ勝利ほぼほぼ濃厚、今んとこ9割ぐらい、まあ多分勝ってる、勝つ可能性はあると思うんですけど、それでも残りの1割何があんのか、何が起こっても不思議じゃないんが、まあ凱旋なんで、まあ5000枚が僕の勝ち確ラインやと思ってるんで、ちょっとそこ目指して残り3時間頑張ります。もうちょっとにやけてるんですけどね、ギャラゲットテープ裏点だと思います。2回視差が出てた。そっかそっかそっか、裏点で当たりましたね。ストップしてたんだ。うわ、2連ね。嫌がりですね。191今から出っ放しになったとしても4000枚ぐらいでしょ。向こうがもうだいぶへこんでないと無理だよな。絶対揃わないと思ってたな今。106ゲームです。本日初赤なら、ナイス。これで今エクストラ入った後で時間がないから勝ち目ないんですけど、あと1時間ちょいです。楽しませてほしいな、もっとカットインいっぱい出るとかさ。
た。しました。激アツ集団に止まらない。枠内に2個わからない。あ、斜め来た。あ、通った。マジでこれボールでやってるときほぼ揃わないんですけど、私なかなか揃わないよ3回も。はい、これ合わせて4連が確定と。あと3発。なんかもう終わりかけに簡単になるもんですね。かな、見えてる分はこれだけなんですよね。今ついに 102% になりました。まあ、このまま打ったら普通に減りますけど、あと30分切ってるんですけど、多分 100% 切るな。このまま当たんなかった。はい、当たりません。ないね。久々のパープル、よし当たった。リプレイから。ようこそ。イエス、ビッグバランス。玉乗りね。ビッグ。早い。入賞が10ゲーム。これで4000枚突破します。素晴らしい。ビッグベロベロ、ビッグ164で入賞です。はい、おー、うまボーナス。
ユラーボーナス139ゲーム入賞。はい、180ゲームレギュラーが続く。なんか一時ちょっとほんまに5000万に大手っていうところまで行ってたんですけど、ちょっとまたビッグ感がっていう感じになってきましたけどね。はい、よいしょ、引けた。50ゲーム、ビックリボーナスではなくレギュラーボーナス。はい、100ゲーム、さあどうか。ビッグはビッグ。よーし、一応一旦届きましたね。一旦届いた、目標やった5000枚に。いや素晴らしい。現在サマイガプラスの5109枚、機械割りがなんと 128%、 128点。まあちょっとあとはまあどこまで伸ばせるかですね。まあ減らさずに、まあこの5000枚をキープすれば本当に勝てると思うんで、どうあがいても。いやほんまに数パーセントぐらいありますけど、負ける可能性は。でも6000枚いったら確実に勝ちですね、 100%。 そこ目指しますか。そう、もう目標とりあえず5000枚でしたけどクリアしたんで、次のさらなる 高みの目標、まだ1時間ちょっと、1時間ほど残ってるんで、6000枚を目標に確実に仕留めに行くというのを目標に頑張りましょう。なんか先輩に対してちょっと失礼なような気もせんでもないですけど、確実に仕留めに行くとか言って、えっ、いきなりもう一杯釣ったよな今。2連当たってるね、当たってる、リプレイで。どっちでしょう。あ、いい音、つつつつつつっていうような、あのビール継ぐ音が聞こえました。ビッグです。はいはい、19ゲーム、ビッグボーナス。おー、終わった。42ゲーム、レギュラー。143ゲーム、ちょっとハマりましたね、255ゲーム。でピックと。それますね。はい、32ゲームピックボーナス。おう、133ゲーム、ビッグボーナス。残り10分ぐらいっていうところですね。あとワンビッグで6000枚いく、電球な、頼む、引いてくれ。まあ今厳密に言うとレギュラーをすぐ引けば6000枚はいくんですけど、やっぱりね、サマイスプラス6000枚の状態で終わりたいっていうのもあるんで、引け。枝豆仕事しろ、枝豆、豆。はい、お疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様でした。ご苦労様でした。12時間が終了いたしました。終了しました、やっと。あれでも大丈夫ですか、まだ元気ありますか、残ってますか。ないです。あ、ないですか。今振り絞ってます。まああのちょっとあれなんですけど、一応ちょっと結果の方を報告し合うという流れになってますので、はい、します、する意味ないと思うけどします。じゃあそういうことなんですね。結局ダメだったとか出なかったという感じですか。そうですね、機械割りは最終的に 101% ですね。うわぁ、100超えたんですよ、ついに。通常時8013枚はしてて、はい、
収支がプラス408枚です。で一応プラスにはなったんですね。なりましたね、奇跡的に。奇跡的に赤7引いてストップ3つ落として、そう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 、最後に。なるほどなるほど、それどうにかって感じですわ。一応僕の方もちょっと言わせていただきますと、はい、まあ、ちょっと引き強くてビッグに寄ったっていうのもあるんですけど、ビッグ36のレギュラーが25で、1回割り 127%、 3枚がプラス 127%、 はいはい、はい、3枚がプラスの5698枚。すげえすごいっすよねこれ。すげえな。まあ、ということで、はい、すいません申し訳ございませんが、僕の勝利ということで、はい、ギャラは総取りさせていただきます。はい、3時間前から分かってました、大丈夫です一応僕目標として買ったら、はい、いつもご馳走をしていただいてるじゃないですか。だこのギャラでちょっとたまには僕にちょっとご馳走させていただけないかなと思いまして、はい、ちょっと今度また自粛、ね、が明けたら、うん、はい、明けた時に、あ、まあ、ちょっとそれも楽しみにしてますので、はい、楽しみにしてます私も、はいはい、というわけで、じゃあ本日は12時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。また機会あればぜひよろしくお願いします。はい、当分です、お疲れ様です。はい、失礼します。はい、はい、というわけで実践終了しましたけれども、ね、まあ分かってましたけどね、3時間前から。まあまず朝一じゃんけんで勝って、最初言ってた熊酒場を固く取らなかったことがもう完全に敗因だと思います。あと私の外戦との相性の悪さ、仕方ないですね。まあこれも自分が悪いね完全に。はい、というわけでギャラはないですけど、まあ、そこそこ楽しかったです。はい、というわけでお疲れ様でした。また皆様お会いしましょう、さようなら。当分いいです、言うてましたね。はい、というわけで無事、そうですね、まあ、熊酒場初打ちやったんですけれども、本当にこんだけボーナス当たってビッグによって、まあ、ビッグによった分、まあ、機械割りが 119% を越したと、まあ、でもさすが勝率 99% やなっていうのはありましたね。で、僕一応グラフ適当ですけどね、大体こんな感じちゃうかなっていうのは、まあ、書きました、見えますかね。まあ、6000枚届かずだったんですけれども、うん、本当に十分な出玉で、これまたね、まあ今後機会がねあるかどうかは分かんないですが、ホールでちょっと6ホールでも打ってみたいなっていうのはありますね。もうそれは本当に強く思いました。うん、さすが現役最高スペックの A タイプやなという感じでした。はい、ではまあ今日のところはねもう疲れたんで、部屋酒場します。部屋帰って、まあ、帰る前にねスーパーでちょろっとマグロと枝豆とだし巻き卵を買って、これをおかずにですね美味しいビールとハイボールを部屋酒場でいただこうかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね。